そうか、これね、本当に素晴らしいんですよ。本当に見れなかったんですから、動画が。このコメントにどう答えようっていう、質問来たラッキーとかですね。静岡県から参加しています、宇津木聡と言います。職業はコンサルタントをやっています。自分自身がですね、声にすごい劣等感を持ってたんですね。で、このお話を聞いたときに、その劣等感を払拭できるんじゃないかと、そう思って参加させていただきました。まさしく自分の声が嫌いだったんですね。録画した声を聞くときに、すごい違和感を感じていて、これが、すごい嫌だったんですね。はい。まさしく声の部分なんですけれども、話し方って意外と知らないことが多かったんだな。基礎的なところからですね、どうやって声というのが出ているのか。で、そこから知識として入ったことと、やっぱレッスンを通して自分自身の声が変わってきた。話し方が変わってきたというのはすごい実感を持ってます。この声を潰して、喉の奥を潰して話をしてたんですね。どちらかというと、実践した時にですね、だいぶ自分の声が変わったというのを実感を持ちました。そうですね、だから不安が少なくなってきた。この声で伝わるのかなっていう不安の部分がどうしても拭えなかったんですけれど、そこが払拭されてきて、配信することに集中できるようになってきた。集中できることで、そう、ライブを楽しめるようになりましたね。やっぱりライブを配信することによって、周りの見方が変わりました。今までですね、私の方から会いに行ってたんですね。人に会ってくださいということでお願いして会いに行ってたのが、人から会ってくださいっていうリクエストが多くなりました。すごい、成宮さんって私、お客様目線で話をされてる。一方的に上からこう教えるっていう感じではなくて、同じ目線に立って、その人にとって何が大切なのかっていうのを、その人が分かることをように伝えてくれる。苦労してこう言い方を変えたりとかですね、とにかく落とし込めるようにっていうのをこう注意してやられてるなっていうのはすごい勉強になりました。一つの大きな武器なので、そこを磨いていくっていうのは夢の実現につながるなっていうのはすごい感じました。一歩踏み出すことの重要さっていうことなんですけれども、とにかく何かやりたいなと思うんだったら、Facebook ライブもそうなんですけれども、とにかくやること、やらないと現状変わらないんで、とにかく一歩、とにかく最初の一歩を踏み出しましょうと。それができない方いっぱいいるんで、それだけで全然先が変わってきます。はい。その中で、Facebook ライブというのは、まだまだ一般化してないです。何もないからこそ、やる価値がある。それを私、やってみて、すごい実感しましたんで、これもう本当にお勧めしてるんです、私。なかったです、それは。もう、あそこで流してると別人になってるんで、もう、見てくれたの方が嬉しいです。それはね、もう願ったりなんです。やっぱりダイレクトにその質問に対してパッと答えられるっていうのは、もうそれ健全の現れの一つですんで、もうそれが来たらもう本当に嬉しい。やっぱり自信つきますよ。やっぱ声に不安がなくなるっていうのが自信につながりますし、今ね、本当に見れなかった自分の動画が見れるようになったんです。はい。20秒見てたらもう止めてましたんで、慣れもあるのかもしれないですけどね。でもやっぱり聞けるようになったっていうのは大きいですね。もう今、実践形式でとにかく言っちゃってる部分を、基礎からもう一度やり直してみたいな、受けてみたいなっていうのはすごい興味持ってます。